ラファエロ・サンツヨの、サのビシン、コンデ美術館所蔵。死体を転写するために使われたカルトン。大英博物館所蔵。騎士の夢は、世紀ルネサンスのイタリアの巨匠、ラファエロ・サンツヨが1504年頃に制作した絵画である。油彩。主題は、シリウス・イタリクスの第二次ポエニ戦争を描いた、女ジ,ジシ・プニカで語られている、スキピオ・アフリカノスのエピソードから取られている。 コンデ美術館のサンビッシンとはほぼ同じサイズかつ同じ様式であり、おそらく大作品と考えられている。現在はロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。また本作品のカルトンが大英博物館に所蔵されている。ラファエロは山に囲まれた奥深い土地で月景樹の木陰で休んでいるうちに眠ってしまったスキピオを描いている。構図は対照的であり。 画面中央の月桂樹とスキッピオを挟む形で画面の両側に二人の女性像が描かれている。彼女たちは対立する美徳と快楽であり、スキッピオの夢の中に女性の姿をとって現れている。画面左側に立っているのは美徳である。彼女は髪を覆った落ち着いた服装をしており、スキッピオに武勇と学問の象徴である剣と書物を差し出して、 戦争の勝利による名誉と栄光を約束している。一方、画面右側に立っているのは快楽である。彼女は、ドレスとベールをまとった金髪と魅惑的な目の美しい、女性として描かれ、スキピオに愛を表す、銀梅花の花を差し出して、安らぎと、静かな生活を約束している。背景には、別れ道があり、美徳が導こうとする険しい道は、 ゴツゴツした岩山に通じる登り道で表されているのに対して、快楽が導こうとする道は、湖のほとりの穏やかな草地に向かう下り坂として表されている。この絵画をシリウスの死と結びつけたのは、美術史カエル・ビンパノフスキーである。シリウスの一説は、ギリシア神話の英雄ヘラクレスが分かれ道で、真の幸福につながる険しい坂道を示す美徳と、 安易な安らぎと喜びの道を示す悪徳に出会うという、キロに立つヘラクレスの偶話に基づいている。画家の父ジョバンニ・サンツヨウはこの偶話に影響を受けて、ウルビーンの公爵フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロの生涯と功績について述べた、ジョジシのプロローグを書いているため、ラファエロは、ヘラクレスの偶話についてよく知っていたと思われる。とはいえ、ラファエロはこの主題をジレンマを伴う、 道徳的選択としてではなく、理想的な騎士が志すべき美徳を組み合わせたものとして解釈した。画面中央の常緑樹の葉は、善良な騎士が、軍事的、学術的、恋愛的行動を通じて獲得される、勝利の永続的な名誉を象徴している。大英博物館に所蔵されているカルトンによると、ラファイロは、死体の段階では快楽を、もっと魅惑的な女性像として描いた。 しかし最終的により控えめな服装で描き、騎士に与えられる褒美としての愛の役割を強調している。大作品と目される騎士の夢とビシ心がそれぞれ伝統的な男性的美徳と女性的美徳を主題としていることは結婚を記念して制作されたことを示唆している。両作品はほとんど同じサイズであるとはいえ、同じではないため、並べて展示することを意図したものではないかもしれない。 片方の絵画がもう片方のカバーとして背中合わせに学装されたか布製のバッグや引き出しに保管された可能性が考えられる。両作品が最初に記録されたのは1650年のボルゲーゼコレクションにおいてである。1798年に美術コレクターのウィリアム・ヤング・オトリーはローマで騎士の夢を購入し、後に肖像画家、 トーマス・ローレンス卿のコレクションに加わった。ナショナル・ギャラリーは1847年に仙ギニーで購入した。この時美術館は絵画と共にカルトンも購入し、以前は絵画と並んで展示されていたが、1994年に大英博物館に移管された。ありがとうございます。